まあ、実は私どもも、まあ、より私が始めた駆け出しの30年前はですね、まあ、やはり基本採用はどちらかというと新卒重視だし、社内の人材、外部の人材といった時も当然どれだけ社内でできるかっていうのが当時のテーマでしたけれども、私ども自体の成長もありますし、環境の変化という中で社員についても新卒だけでなく、より経験者の方にどれだけ入っていただくかということですし、まあ、社員と外部人材ということでも、よりその私どもの社員としてのケパビリティを超えていく、あるいは伸ばせる、そういうその外部の方に入っていただくということが、まあ、いわゆる成長の前提条件というか推進力になってきたので、技術の大きな変局点というのは社内の人材だけでキャッチアップしていくというのはやっぱスピードが出ないですよね。もちろん頑張るんだけれども、それだけでいくとやっぱりお客様の期待にスピードの意味で応えきれない。しっかりその外の知見というんですかね、それをうまく取り入れてコラボレーションしてやっていくというのは重要だと思います。この春からいわゆるコロナの状況になって、でその中で、まあ、リモートワークだったりなんて話がありますと、で実際に私どもの中でその外部人材さんとのやり取りだとか管理をしている部隊っていうのが、前はやっぱりそのハンコ紙をベースに、それはその契約周りであったり、あるいは請求、私どもの支払いだったりあったんですけども、それがコロナが初めの頃っていうのはなかなかその在宅に切り替えられなかったんですけども、フィードグラスが使えるようになったことで、まあ、在宅に切り替えるっていうのと、あるいはもう一点で言うと、そのサプライヤーさんとの間も、まあ、リモートでできることになったっていうのが事後的に確認された効果ですね。まあ、この在宅とかリモートっていう話は、まあ、コロナをきっかけですけれども、もはや何て言うんでしょう、そのやりたいやりたくないというテーマではなくて、まあ、所要のそれを前提に我々ビジネスしていかなきゃいけない認識が共通化されたんですかね。